おはようございます。おはようございます。立山です。2週間に一度のバンフから定期更新、本日のバンフ、はい、今日は10月の20?28?7?7?8? まあそんな感じです。です、はい、もうだいぶね秋も深まってというか、なかなか冬が来ないバンフですけど、今日もバンフを散歩していきますよ、うん、じゃあ早速行ってみますか。うん、今日はねこの今いるセントラルパーク、この後ろにある郵便局の向かいにある駐車場から川沿いをぐるっと回ってダウンタウンまで行きます。じゃ行ってみましょう。はい、さてボーガー沿いまでやってきました。なんかひんやりすんだよね今日ね、うん、明け方かな、うん、雪か雨か降ったんじゃないかな。そう、結構路面がね、そうね、しっかり濡れてるの。でさっきから明らかに雪もちらほら舞ってるし、で結構山頂の方はかなり白くなってんだよね。そうね、後ろにある農家も上の方がちょっとね白いのが分かりづらいかもしれないですけど、まあ後でカスケードが大きく見えるとこ行ったら、そうね、とかね、うん、エルクフンがエルクフンのえ、これエルクかな。でもエルクだな、この大きさは多分。もうフンが散りばめられてる、うん、あの奈良のお土産に鹿のフンっていうチョコボールあるよね。 あるある食べたことないけど昔食べたことがある。それぐらいの勢いでエルクのフンが転がってる。そうね、これは日常です。はい、バンフの日常。日常。お、見て見てこれ、この左側の看板。そう、ここにね新しい橋がかかるの。プロジェクトタイムライン、あ、2021年の秋に建設が始まって、来年の夏か秋に終わると。まあ多分伸びると思うから、うん、でももうなんかねここ見ると測量はされてるっぽいから、あ、そうなんだ、一応始まってんだね。そう、ここに橋がかかるんだ。ここはあの冬になるとみんなね凍った川の上渡っていくとこだけど、そうそう、ここに一本歩行者用の橋があるとね、あの住民も行き来しやすいし、確かにこの奥にあるケーブバンドベースンに歩いていくのにも随分近くなるよね。近くなるね。できれば車用の橋も作りたいとこだけどね。そうなの、やっぱそっちの方が問題だよね。本当に渋滞ひどいからな。車用の橋作るとなるとかなりな大工事になるから ね、まあ、そうね、そんな簡単にはできないんだろうから。しかもかかるし、それ今バンフは車を減らして人と自転車が動きやすい街づくりしてるから、そうそうそう、歩行者用の橋作るのもまあ納得だよね、うん、あ、車減らした方がいいよ本当に。夏はひどいからな。この2年はまだ良かったけど、うん、ね、あの観光がほとんどできなかったから、そうそうそう、結局アメリカとの国境が開いた後もほとんど来なかったよね。みたいね、思いのほか ね、 ねえ、うん、今までの例えば19年までに比べてどうだろう、2割3割3割ないかな、うん、3割いってないと思うよ、うちらの肌感覚だけどさ、うん、ポツポツ来てるとは、ね、来てはいたけど、やっぱりあのやっぱり少ないよね、うん、アメリカからのライセンスプレートの車が全然いなかったから、うん、そうだ、もっと来るかなと思ったんだよね。私は圧倒的にアルバータが多かったな。そうだね、あとは多分国内からカルガリ空港に飛行機で来て、ああね、レンタカー借りる人とかね、うん、来年がどうなるか、うん、とりあえずアメリカはもう来月頭、11月頭から飛行機で入国するのに制限がほぼほぼなくなるからね。あ、そうなんだ。あのワクチンをちゃんと打ってれば、フルで打ってればもう入れるようになるみたい、うん、このワクチン打てなきゃ国に入れないって、なんかアフリカの国々みたいだ。アフリカでも一部の国はあの黄熱病の予防接種とかないと入れないからね、今でもそうだと思うけど。おー、だから俺昔うちに行ったもん、名古屋港に。あ、そうなんだ、うん、打てるところがあるのか。特殊なところじゃないと打てないんだよね。打たなきゃいけない。そうか、国によってはそういうのもあるわけね。あるある。だから別に今の世界情勢的に予防接種がいるよって言われても違和感ないというか、おー、そういう国が増えたっていうだけかな。黄熱病の予防接種を受けるとイエローカードっていうカードがもらえて。あ、そうなんだ、うん、国境でそれ提示しないと入国できなかった。それはアフリカに行くたびに受けなきゃいけない。アフリカって主語が広いからあれだけど、国による。しかもその国も空路で行く場合は OK だけど陸路で入る場合はダメとかね。うーん、なるほど、いろいろあった。で10年間有効だけど、もう特に10年終わってるから。あ、そうかそうか、うん、もう有効期限切れてるけどね。さあバンファビに入ってきました。さすがに人が少ねえな朝一だと。まあ日が昇ってないぐらいか。店も開いてないしね。さすがにねこの時間ではカフェぐらいしか開いとらんわ。まあこんだけ通りに誰もいないバンフっていうのはね、この朝ならではの光景。まあ若干こう秋っぽい感じね。ねえ、この時期でさ、もう10月も終わりなのに。
去年はね特にあの冬が早かったから、そうそうそう、この時期確かマイナス20度とか言ってたから ね、まあ、あれはあれで特殊かもしれんけど、にしても今年はちょっと雪が遅いからな。遅いよね。でも今週末ようやく降りそうだね。あ、本当。今日水曜日で金曜日はしっかり降りそう。バンフでも5センチ10センチとか、多分スキー場関係者はやきもきしてる頃だと思うけど、うん、雪はまだか雪はまだかと。だってもう来週の金曜日5日の日にはレイクルイズオープン予定だからね。どうすんだろう、大丈夫なのかな。いや、さすがに厳しいと思うよ。思うけどね。ちょっとなんか人工雪でこうなんとか開けるのか。そう、レイクルイズはあの人工降雪機をふんだんに持ってて、うん、でもちろんシーズンに向けて雪作るんだけど、そもそも気温が下がってないからな。そうかそうか。特にあの下の方は。まあね。人工降雪機もそう、気温が下がらないことにはただ水をまくだけになるから、そうね、水やりするだけになっちゃうからね。まあ伸ばすのかな、わかんないかもしれんね。うん、昨日ウェブカム見たら上の方は結構白くなってたけど。あ、そうなんだ。うん。そう、レイクルイズはね、ワールドカップやる関係上、うん、人工降雪機があるみたいで。おお。だから比較的雪が硬いんだよ。硬い。特にシーズン始めは。怖かったもん、なんか一回滑ったんだけど、ね、12月半ばぐらいだったっけあれ、うん、硬かったね。めちゃめちゃ怖かった。もっとシーズンが進んでハイシーズンになればよかったかもしれんけど、うん、あの時確かまだしばらく雪降ってなくて、そうなんだね、うん、コース上どこも硬かったから、まあ、タイミングもあったと思うけどね。そうそう。ようやくこのカスケードも安定して白くなってきたし。そうね、本当に冬が来るな。この間初雪の動画を撮ったスタバ、コーヒー飲みたいな。寒いもんね。あの時より暖かいかもしれんけど。まあね、あの時の方が寒いもん、ね、あの時風も吹いとったし、うん、雪も降っとったし。サムネの絵がね、もうあ、サムネがもうあえてそうしたけど、ベアストリートの交差点まで来ましたけど、はい、まあ、ここもやっぱ静かね、うん、奥にカスケードが見えて、やっぱ雰囲気はいいね。歩きやすいんだよね、ここ、うん。まあ、今日はあっち行かずにもこのまま後ろに向いて戻っちゃうけど、うん、そう、この雪がないし、観光も、ね、モレーンもペイトも閉まっちゃったから、うん、やっぱ一番中途半端な季節なんだよね。そうなんだよ。だから結構この時期はね、あのバンフのレストランはしっかり店を閉めて、うん、あのメンテナンスしたりとか。そうそう、そういうとこ多いよね、うんうん、あとは社員旅行行ったりとか。いいと思う。なんかそういうのいいなと思った、ね、なんかこうまとまった1ヶ月休みとか。そうそうそう、夏がっつり働いてね。そうそうそう。でこの時期しっかり休んで、でまたクリスマスのシーズンから働き始めるってね。そう、なんかそれすごいいい働き方だなって思って。いい、ね、メリハリがあって。そう、そう、これ別にバンフに限った話じゃなくて、カナダ全体的にそういう傾向があってさ、割とね。だから毎年この時期はカナダから南の方に、例えばアメリカ本国に車で長期間移動する人とか、うん、あとはあのカリブ海、いいね、カナダ人大好きオールインクルーシブ、いいですね。この飛行機代と宿代と食事とか全部含めた素敵なプランがあるんですけど、楽でいいよ。そう、そういうのでみんなあったかいところに行くんだよね、うん、それをスノーバーズって言いますけど、うん、気持ちはわかる。寒いしさ、あと人口が多いバンクーバーなんかは天気も悪いし、天気悪いし、じゃあもうあったかい南の国でバケーションしようと。そうそう、行きたいなちょっとね、面白そう、うん、結構ね、カンクンとかキューバとかが有名な行き先だよね、スノーバーズ。そうね、大体オールインクルーシブでさ、うん、あれは昔どこか行ったの、カンクン行ったんだっけ。私カンクンに1回だけ、当時7泊8日で、うん、800何十ドルだったかな。安っ。それ飛行機代とか全部込みでしょ。全部込みで。多分さすがにもう何1000ドル以下ではいけないと思う。いけないでしょ。だってそれもう何年前。もう6年でしょぐらい前。この数年毎年物価が何パーセントかの割合で上がってるから。上がってるからね。それはそれでおかしなことなんだけど、まあ、どっちにしろもう800何ドルでは無理だと思うけど。無理だと思うから。渡っちゃおうか。渡っちゃおうか。そんな旅行も行きたいな。いやー、旅行したいなぁ。動画撮るたびに行ってる。そう、毎回のように行ってて、しつこいぐらいに、ね、はい、戻ってきました。戻ってきました。やっぱ一周歩くと体温まるね。そうだね。末端は冷えとるし、鼻水は垂れてるんだけど体の芯は温かくなってます。ま、うん、もなく冬になるバンフ、はい、一番観光客の少ないシーズンですけど、その分ね、静かなバンフの景色見られたかなと思います。うん、じゃあまた次は2週間後だね。そうね、11月
だね、うん、11月の10日ぐらいになるかな、ちょっと分かんないですけど、またそれぐらいに撮るんで、バンフの様子引き続き楽しみにしとってください。はい、はい、チャンネル登録まだの方ぜひお願いします。お願いします。また合わせてコメントなんかもいただけるととっても嬉しいです。お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、じゃあ、おいじゃ、うー、末端が見つめたい寒い。